誰か、我らだけではもはや。どうしたんだ。魔獣が出て、この兵数人で迎え撃ったが、我らではどうにもならず。隣の村のこの兵を救援に呼びに行こうとしていたところだ。キリト君、私たちで助けてあげない？そうよね。行方不明事件も気になるけど、このまま放っておくわけにもいかないし。なあ、そうだな。アリスにディソルバート、いいか？ええ、もちろんです。行きましょう。構わぬ。キリト、行くぞ。どうにかなったか。この地帯でもカラントが多く生えているようだな。ここのコノエ兵は比較的勤勉なようだが、それでも討伐をこなしきれていないということは、やはりメディラ。いや、なんでもない。みんなお疲れ様。それじゃ、また村を目指して歩こうか。皆さんは先に行ってください。どうしてだ。いえ、ここにもこのような魔獣がいるということは、他の村にも被害が波及する可能性があります。アリス、もしかしてセルカたちやルーリットの村が心配なのか。ですので、魔獣の討伐を行ってから私は村に向かいます。我も行く。デュソルバート殿も来てくださるのですか。うん。それじゃあ、俺も魔獣の討伐に行くよ。カラントを切れる代表として。結構この辺り広いしさ、数人ずつに分かれて魔獣を倒しながら村を目指した方が効率いいだろ。そうだね。じゃあ僕もキリトと行くよ。わかった。私たちもこの辺りの魔獣を討伐するわ。明暗ね。村に先に行って待っておくより、直近の問題をみんなでとっとと片付けた方が良さそうだわ。よし、じゃあ師匠たちよりすっごい魔獣倒しちゃうからね。お手柄をあげて聖騎士になります。勝手な行動は許さんぞ。はいはい、分かってるって。師匠は心配性だもんね。
そういうわけでは。心配じゃないんですか？心配だ。了解。気をつけるから大丈夫だってば。何か釈然としないものを感じるやりとりだ。よし、それじゃあ行くか。では皆さん、そしてデュソルバート殿、よろしくお願いいたします。Yeah!
よし、こんなもんか。そうだね、村に向かってそこでみんなと合流しようか。あ、アリスたちもおそらく片付けられただろうし。ジュソルバート殿、ありがとうございました。この一帯の討伐は完了しましたし、行きましょう。うん。アリス殿、何かあったのか？何かとは？普段勝ち気なものが心に迷いがあるときに見せる表情は共通している。迷い、そうですね、迷いならば少々ありました。しかし、騎士たる者が進むべき道を進まず悩むことは道に反することです。今後はそのようなことがないよう気をつけたいと思います。我は決して咎めたのではない。アリス殿が心配であっただけだ。どうされた？申し訳ありません。以前のデュソルバート殿と少し変わられた気がして、つい。あのキリトという剣士が言ったのだ。本心を言わなければならぬ時もあると。非常に不本意極まりないが、我は少々影響を受けてしまったのかもしれん。なるほど。本当に彼は破天荒で人の心を揺るがす困り者です。うん。だが特に悪いこともない。本音を口にした結果、厄介な弟子が二人できてしまったが。リネルとフィセル。勝ち気な者とはフィゼルのことですね。近頃の二人はデュソルバート殿にすっかり懐いているようにお見受けします。いや違う、先ほど思い出したのは。デュソルバート殿？あれはいつも眠る我を揺り起こしてくれた手の持ち主だ。我と同じ指輪をつけていた。デュソルバート殿にも失った記憶の残滓が存在する。まるで私にとってのセルカと同じ。それはきっとシンセサイズの秘儀の際に奪われた記憶の中にある大切なもの。デュソルバート殿はその手の持ち主を懐かしく思われることがありますか？ああ、会いたいと、その手の持ち主について知りたいと思うことはあるのですか？わからぬ。ただ我はあの手に再び触れることはかなわない。おそらくもう二度と守ることはできはしない。失ったものを取り戻すことはできぬからだ。我はあの記憶についてそれ以上思い出すことはできぬが、その事実だけは理解できる。この手で守ることができない何かに対し思いを馳せることは感傷的になるだけでいい結果にはならない。ええ、そうかもしれませんね。余計な話をしてしまった。
すまぬ。そんなことはありません。気遣っていただきありがとうございます。いや、アリス殿が検証であるならばよいのだ。それでは行こう。それじゃ。ああ、終わったな。